石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石垣です。いやー、なんかね、はいはい、久しぶりに飲食店勤務に復活したんよ。どういうことですか。はい、そうそうそう、うん、そっからよね。はいはい、まあ割と最初の方にゲストで出てくれた、うんうんうん、タタンバーのタカちゃん。はい、タカちゃんがですね、はいはい、実は八重間村も引き継いで、八重間村、はい、うん、これから居酒屋さんですよね。そうそうそう、はいはい、うん、そっちも、はい、今までは手伝いでやってたんだけど、はいはいはい、ボランティアでね、はいはいはい、でも完全に引き継いで、はいはいはい、お店自体をもう、そうそうそう、受け継いだってことですか。うん、で営業するっていうことになって、なるほどなるほど、うん、はいはい、それでね、うん、従業員が、うんうん、一気に足りなくなってしまって、もともといた従業員さんたちがもういなくなって、そう、もともといた従業員さんたちが、うん、その、うんうん、そこで、メインのお店を運営切り盛りしていた人が、うん、はいはい、独立するっていうんで、ああなるほど、みんなそっちに行ってしまったと。なるほどなるほど、まあ、タカちゃんがもう連れてっていいって言ったっていうのがあるんだけど、それでまあ人がいない状況だと、うん、でタカさんが引き継いで、そうそうそう、運営していくにあたり、うん、人がいないので、メンバーがいない来ないかと。いやいや、うん、もうなんかね、困ってそうだから俺から手伝おうかっつって。大丈夫なんすか今。いや、畑もあるのに。まあ今んとこまだそこまで忙しくないからいいんだけど、うん、はいはいはい、まあでもね、やっぱりタカちゃんにはさ、うん、まあヒデも言ったかもしれんけど、かぼちゃの収穫とかも、はい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 、結構手伝ってもらったりしてるので、はい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 、まあやっぱり世話になっているので、うん、やっぱ困っている時はお互い様っていうことで、うん、美しい。そうそう、とりあえずね、八重間村に週 2,3 ぐらいで入ったりしてます。あ、もう今すでにやってるんですか。やってるやってる。あ、本当に、うん、だから八重間村来たら俺がいるかもしれない。なるほど。そうそう。でもさ、うん、やっぱ久しぶりの飲食店なわけよ。はいはいはい、はい、はい。なんかいいね。面白いっすよね。なんかもうチームワーク感がいいね。なるほどね。いや、俺やっぱさ、うん、まあ、今でこそ農業だから一人でやってるけど、うんうんうん、やっぱりチーム戦が得意なんよ、うん、どっちかっていうと。こう人を見て、はい、どう動くかみたいな考えて仕事するのすごい好きで、なるほどなるほど、なんかそういう楽しさをね、うん、久しぶりに味わってます、うんうん、おー、ホールやってるんですか。ホールが主だね、うん、まあ一応皿洗いとか、うんうん、まあ、たまにちょっと串も焼いたりするんだけど、うんうんうん、その時にいる人間スタッフのこの、ね、配置でまた変わってくるんだけど、ただ今もう本当にね、うんうん、困ってるんで、はいはいはい、まあ、これを聞いていて、なんかちょっと夜、うんうん、ダブルワークでバイトしたいなとかいう人がいたら、おお、なるほど、ぜひね、八重間村に応募してほしいんですよね、うん、なるほどね。今飲食店さんも人手不足、いや、どこもね、いや、でもさ、ね、これさ、うん、今のところまだそこまで表面化してないけど、いや、めちゃめちゃしてます、してます。あ、いや、一応してるけど、だから社会問題みたいになってないじゃん。いやー、どうですかね、もう結構ホテルさんとかね、いやいや、そうなんだけど、うん、多分これからは本当に、うんうん、チーンって押しても全然人来ないとか、そういう状況、もしくは半分、はい、空いてるけど、うんうん、席に通してもらえないとか、人がいなくてね、そうそうそう、人がいなくてね、うん、そういうことに、まあ、特に観光地なんかは下手するとそうなりそうな、石垣は本当今ね、うん、これだけ観光客の皆さん戻ってきて、だけど手が足りないっていうのが、あ、まあこれね、はい、そう、もう全国で起こることなんで、はいはいはい、これはでも、うんうん、俺はお客さんの側も覚悟して来てほしいと思うよね。もうそういうことあるかもと。そうですね、うん、そうですね、いや、しょうがないもんだって、うん、しかもゴールデンウィークとかなんかさ、うんうんうん、集中しちゃうわけだし、そうですね、うんうんうん、でこっからはもうあれだよね、はい、テクノロジーの進化しかないよね、もうロボットに運んでもらえるようにね、ロボットとか、うん、まあその最近よくほらスマホで、うん、自分のスマホの端末でオーダーするみたいのがあるじゃん、はいはい、ああね、うん、ありますよね、いろいろああいうものをやっぱ使うとか、うん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 、なんかそういうことになっていくのかなという、うん、ちょっと人不足はどの業界もこれから、うん、そうですね、相当深刻な問題になっていくのかななんて、うんうんうん、そんなことをね、働きながら思ってますが、うん、まあ仕事自体はね、はい、結構楽しんでやってるし、はいはい、まあ、体が持つ限りはうん、できる限り手伝おうかなと思ってます。はい、まあまあ無理しすぎずにというか、本業がね、まあ本業がね、大事なんで、おろそかにならないようにとは思いますが、はい、まあもし、石垣に
いらっしゃる方で、はい、荒木を冷やかしに行きたいという人は、何曜日とかあるんですか？今んとこね、うん、あんま決まってないけど、うんうん、まあ、週末はなるべく用事がなければ出ようかなと思ってるし。逆に週末には入るみたいな、平日よりも。うん、まあ、用事がなければ、ね。用事がなければ。うん、まあ、でも、はい、いるときにいます。という感じで、まあ、もしよかったら、はい、あと、仕事探してるなんて人は、あ、そうですね。もし行ったらね、はい、あの、八重山村の方に問い合わせしてみてください。はい。はい。はい、石垣ラジオ本日のゲストは、株屋から、小佐川さんと、松本さんです、はい、よろしくお願いします。第3話目ですね、はい、3話ですね、はい、はい、で前回でそのお二人のなんかね、はい、ざっくりとしたこう株屋にたどり着くまでのお話をお伺いしたんですが、はい、まあ、じゃあ今回そのじゃあ株屋ってどんな店なんだみたいなところをねちょっと聞いてみたいんですが、うん、まあ、はい、ね、最初の方にあのラム酒を出すということで、うんうん、お話をいただいたと思うんですけど、もう一回あのラムを出すようになったきっかけみたいなのなんかあるんですかね。ね、やっぱりそのサトウキビが生えてるこの環境で飲むと、うんうんうん、サトウキビのお酒がすごく美味しいと、はいはいはい、いうことに気づいて、まあ、東京でも大阪でもね美味しいとは思うんですけど、うんはいはい、こういう気候でゆるゆると飲むのがラムって合ってるなという、うんうん、なるほど、そうですね、もともと飲む感じだったんですか、ラム酒自体。そんなに種類はね、うん、知らなかったんですよ、うん、でも、あの、まあ、ホワイトラムのソーダ割りとか、はい、夏はやっぱりその、うん、もう気分がいいからそういうのを飲んでたんですけど、バーで、まあ、うん、風にもあのちょっと甘めのラムをロックでゆっくりとか、うん、であ、こういう味わい方もあるんだなっていうのは知ってたんですけど、こんなに種類があるとは知らなかったです、うん、なるほどなるほど。ね、なんかともすると青森とかに行ってしまいそうなんですが、そこでラムに行ったところがなんか面白いなと思って。そうですね、うん、まあ、実はそれはもうこれ言うと怒られますけど、はい、青森の原材料、うん、今日本のお米じゃないですよね。あ、ですね、曖昧ですね。そうすると、うん、そうなると沖縄で、うん、あの地元の農産物で作ってるっていうのはラムなんですよね、うん、あ、サトウキビなんだ。サトウキビ、うん、黒糖から作られている沖縄県産のラムが今すごく増えてるんです、うんうんうん、沖縄は、はい、あの もともとヘリオス酒造さん、うん、これがあの青森より前に、うん、あのラム酒作りから始まった酒造所さんなんですね、うん、ヘリオスってラムから始まったんだ。そう、知られてないですけどね、あんまり。今ビールまでやってますね。そうですね、でそこ、まあ、歴史の長いそのヘリオスさんがあって、うん、でその後、うん、あの奄美の方で、あれなんですけど、県内、沖縄県内は、うん、先に、南大東島、そちらこそが世界の、そこで、作ったもの、うん、で、その伊江島、うんうん、はいはい、で、その後に、今、沖縄本島の水穂酒造さんが、うん、あの八重山の黒糖を使って、果てる、まあ、与那国に、はいはいはい、うん、小浜、西表、はいはい、でシリーズ8本ある中で、うん、八重山も何本かあるんですね。へで、そういうものが出てまして、うんうん、なるほど。で他にも、うん、あと宮古島は多良川酒造さんっていうところが、あ、多良川さんがやってるんです。2年前ぐらいからですかね。はい、あのマクガンっていうヤシガニの絵がついてるボトルのすごい素敵なラムを出されてて、もともと青森を作ってる、そうですね、はい、そうです。やっぱその形が多いんですかね、青森をされていた、うん、そうですね、そっていうのがあの上流の機械が、うん、ね、配慮性できないんで、うん、あ、ね、そういうのもあるし、でやっぱり知識とかもね、あるし、うん、でそういうこともあって、うん、これからはサトウキビ、うん、地元のサトウキビを使ってお酒にしていくっていうのが、うん、もしかしたらその、ね、ロマンもあるし、うん、っていう、はい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 、あのそういう風に確かに ね、 ね、ここで育ったサトウキビという方が、ね、うん、たくさんお酒作りに参加されたら面白いかなと。面白い。石垣島でもできたんですよね。そうなんですね、去年。そうなんですよ、うん、制服酒造が作りました、ブルーコッカーラ、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 はい、赤松瓶のあれですよね。そうですね、方言 で、 方言で赤松瓶のことがコッカーラ、うん、コッカーラなので、うん、青い鳥とかけて、うん、ブルーコッカーラっていう名前にしたそうです。それも飲んでみたいな、やっぱり。ぜひ、うん、ぜひ。本当にすごい、うん、まあ、ちょっと上から目線で言う感じですけど、レベルが高いというか。ブルーコッカーラは、石垣で採れたサトウキビが原料なんですか？
それがそうではなくてですね、その事情を説明してもらうそうですね、はい、八重山っていうか、うん、先島5箇所の、うん素材を使って作ってるっていう形、うん、あえて5箇所のやつを黒糖です黒糖です、ね、黒糖を、はい、ブレンドしてブレンドして、はい、ああいいですね、はい、でこれあれなんだよね、ヒデ、石垣は、うん、石藤さんは、うん、黒糖を作ってない、その通りです。で全部あれね、普通の砂糖になっちゃうんです。そうなんですよ、真っ白いやつに。そう、うん、なるほど、 なので、なるほどなるほど、それを使えてない、うん、そうなん、実はね、だから石垣さんの砂糖きびでは、うん、多分今のところできない、できないんだ今のところなんです、はいはい、はい、でほうほうほう、ちょっと聞いたことがあるんですけど、今北部の方で、うん、なんかそういうのやろうっていう話も聞いたことがあるんです。北東作ろう、なんか聞いてないですか。まだ多分公にしてはいけない段階があるんですね。なるほど、なんとなくそういう動きがあるみたいな話は聞いていて、はい、これから面白くなってくると思います。ああ、ちょっとなんかその裏情報があるんですね、はいはい、ね、まあ、制服さん自体も今年は、うんうん、自分のところが持ってる畑のサトウキビを買って、で、うん、それで仕込みをやっているということらしいんですよ。まあまあまあ、なるほどね、始まってるんです、まあ、そう、始まってはいます。ただちょっとその発売がいつとかっていうのはまだ全然決まってないみたいなんですけど、まあ、そうなりますよね。そうですね面白い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 ですよ、自分のサトウキビから、ね、うん、お酒ができます。いやでもそれが理想ですよね、野菜の生の、うん、だし、こう、ほら黒糖も各島が出してるんじゃない、うん、で、うんうんうん、各島でまた味が違うなんて言われていて、うんうんうん、これはラムにしても同じことは起こりうるんですよね。そうなんです、そう、ね、違うんですよ、その、うん、ハテルマ違うし、はいはい、与那国、ね、まあ、八重山だけじゃなくて、うん、伊平屋島、あ、伊平屋、多良間島、はいはいはい、その黒糖を使ったラムが8種類あるんですね。今ちょっと限定なので、もうちょっと残りは少ないですけど、なるほど、まだ、あります、ね、あ、お店にあるんですか。あります、はい、確かに味が違うので、これはね楽しいです。なんかやっぱり使ってるサトウキビの種類とかも違うらしくて。そっかそっか、種類もだ。そうなんです、この島では、うんうん、この何の何番っていうサトウキビとこれとこれを作ってますよっていうのもそのラベルに書いてあるんです、はいはいはい、なるほど、うわ面白いな。やっぱ米と一緒だな、本当に。本当ですね、確かに面白い面白い。酒米って結構いろいろ品種あるって言います。あ、酒米、ね、いろいろありますよね、うん。株屋さんって何時からやってるんですか、お店は。何時から何時で。7時半から、うん、そう12時ぐらいまでです。おお、はい、なるほどなるほどなるほど、ね、ぐらいって感じがいいですね。そうですね、うん、ちょっとコロナの前は、うんうん、もうちょっと遅い時間までやってたんですけど、 あ、 そうです。あんまり遅い時間にも人が出歩いてないので、うん、っていうのもあって、でうん、まあ、ちょっと高齢化にもしているので、あ、はい、今12時ぐらいですね。なるほど、はい、まあ、働き方改革ですね。そうですか。やっぱりでもその時間からオープンなんですね。そうなんです、まあ、っていうのがやっぱり、うん、食事されてから、うんうん、ディナーの後に、まあ、そっかそっかそっか、2軒目3軒目っていう。島の人って結構そうですね、家で飯食って飲み出たりとかいうパターンが多いですね。そうですね、そういうのありますし、うん、まあ、旅行の方もやっぱりご飯、うん、あ、なるほど、まあ、どっかでね、まず食べてから、うん、そう、締めでとか。なるほど、そうか、そしたら、まあ、そうか、そういう時間になります。そうですね、はい、だから、まあ、そういう方がフラッと一人でとか二人でとか、うんうん、まあ、うちは割とカウンターだけしかないので、うん、大勢の方っていうのがやっぱりちょっと入って、はいはいはい、もらえないですね。もらえないですよね。基本3人ぐらい。カウンター何席あるんですか。今6席。6席、はい、で後ろのカウンターがあるんですけど、うん、まあ、そこも横並びで3人か4人なんですね、うん、あんまりたくさんの人は、うん、入れないので、うん、コウモリの巣みたいな、そういうイメージ。本当そうですね。そうです。だからもう3名様以上の方はちょっとごめんなさいってなってしまうことが多い、うん、なるほど、はい、確かにそうですね、はい、それ以上の席がない。一人で来るお客さんとかも結構多いんですか。多いです、多いです。うちはその一人のお客さんが、うんうんうん、まあ、なるべく快適に、うんうん、お酒楽しめるようにっていうのが、で、まあ、隣の人と会話が、うんうん、なんかできっかけで、なるほどなるほどなるほど、弾むっていうのが、まあ、バーの楽しみかなと思いますし、ね、女性が一人で来て安心できるっていうのが一番最大のコンセプトというか守りたいことですね、うん、そうなんですね。そのどんなお店みたいなところで言うと、
そうですね、あの、うん、なんでしょうね、安全にあの、うん、楽しく飲めるように、うん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 、女性が一人でフラッと来れますよっていう、うん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 、実際やっぱ女性のお客様も多いですね。多いですね、はい。そうか、行きます行きます行きます断ったりしていっぱいなんでとか言ってこの前断られたんです。いや、いっぱいだった。いや、いっぱいだった。ちなみに、ラム酒はたくさん100種類以上あられるっていうのを最初に聞いたのかな、はいはい、それ以外のお酒っていうのはあるんですか。あ、もちろんあります。へえ。あの、一応観光の方用にというとあれですけど、青森も、うん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 、石垣のものを揃えてありますし、あとビールは、うん、うちはあの、あ、そう、ビールは、そう、あの、私の立ってる希望で、札幌の瓶ビールの赤星っていう。あ、赤星入ってるんですね。はい、それだけですね、ビール。それはでも、いいですね。こっちで赤星が飲めるっていうのは。赤星ですね。オリオンはね、あの、うん、他、どこでも飲めるので。はいはいはい、はい。まあ、なんか懐かしくなった移住の方とかは。はい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 、はい。赤星何箇所かありますよね。ありますね、今ね。最近増えました、ね。最近増えました。うん、なるほど、はい。あとはまあ、ジンも、うん、まあ、一応国産のジンも最近多いですね。あるので、まあ、いくつか、うん、あの、それこそその、ラムを作ってる水穂酒造さんが出してるジンだったり、うん、そこのジンはあのパイナップルがの香りを使ってるんですけど、西表さんのピーチパインを使ってるっていう、あの、触れ込みであるので、うん、それも置いていたり、はい、正弘酒造さんのジンを置いてたりっていうジンも多少、あと、まあ、バーボンもちょっという感じで、はい、お二人が必ずいらっしゃるんですか。そうです、お店に行くと、はいはい、定休日は水曜日が定休日です。あ、水曜日定休日、はい、あとはたまに休みとか。そうですね、うん、あのインスタとフェイスブックに、うん、あの一応それをの情報は毎日毎日流してるので、流してましたよね、はい、インスタ見てますけど、あ、今日休み、ありがとうございます。明日も定休日になってましたね。あ、そうです、はい。なるほど、はい。これもあれだね、概要欄に貼っといて、そうですね、あの、そうですね、うん、できるように、はい、みんなが行けるようにしておきましょう、うん、はいはい。で、こう、か、壁屋で、そのお二人のこのなんか役割分担みたいなのってあるんですか。あ、特にないですね。ない、普通に接客は一緒、うん、そうですね、そうですね、うん。まあ、あのお料理関係は、まあ、うん、あのメニュー開発とか、うん、あとおつまみと、うん、あとデザート、うん、あの甘いものも置いてあるんですよ。そういうのを作っているのは松本さんの方で、なるほど、ガトーショコラと、うん、自家製アーモンドチョコっていうのが美味しいです。へー。ぜひ。女性が多いからね、やっぱ結構出そう。そうなんですけど、やっぱりあの意外に男性も、男性もありますか、ガトーショコラ。五郎さんとかガトーショコラ食べてるんですかね。あ、五郎さんは、五郎はね、アーモンド、アーモンド、あと、うん、アーモンドチョコ、あ、そうなんだ。あとちょっと季節のフルーツ、うん、例えばパインを使ったものとか出すと、うん、必ず一発目にそれを頼んでくれます。あ、そうなんですね。はい、甘いものも好きだし、うん、はい、その季節ものみたいな。うん、そうですね。あの、彼は特にあの辛いものも甘いものもいくっていう、何でもそういう食べるタイプ、ね、感じですね。はい。今度五郎さんか。そうですね。はい、いいですね、うん。ぜひ来てください。行きます。そっかそっか。うん、じゃあ、うん、ちょっとあの、まあ、株屋のことをざっくり聞いて、あ、ちなみに料理はあの、まあ、ガトーショコラって聞いて、でその前にカレーとも聞いたんですけど、はい、他にも何か出していらっしゃるんですか。乾き物みたいな感じですか。スモークチーズ。ああ。サラミ。あ、そういうから乾き物、うん、で今カレーは大体毎日ちゃんとあります。あ、その1種類置いているみたいな、はい、あとそうめんジェノベーゼっていうのもあるんですけど、あ、うん、あのそうめんジェノベーゼ、はい、緑色っぽいやつですね、はい、緑色っぽいやつですね、うん、はい、それはあの、うん、お佐賀さんが担当してるんですけど、こっち地元のバジルがすごく美味しいので、それをバジルソースにして、うん、おー、すごいすごい。で、あの、うん、ちょこっと隠し味にお味噌を使ってるんです。これもあの自家製味噌なんです。へぇ、手作り味噌。気になりますね。ご自分で作られてるんですか。はい、味噌は私が担当してますが、味噌担当、はい、それを、まあ、ジェノベーゼソースにして、そうめんとあえて。味噌って、うん、石垣でもしょ、あの、あ、加工とかできるんですか。全然できますよ。できるんです。あの、石垣の、うん、農協さん、あ、
ユラティク市場で麹も売ってますし、うん、その玄米味噌を作るワークショップみたいなのをやってると思います。うん、はい、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。で、あのこっちへ来て玄米やってる人が、ね、あの玄米にその麹菌を入れて、うん、あの種麹っていうか、はいはいはい、作るところからやったりしてるみたいです。一回ちょっと私もあの知り合いに教えてもらって、うんうん、麹作るところから一回やってみました。それこそあれだよ、ひならんのカズさんが、うん、味噌作ってる。あ、自分で、うん、知らなかった。そうそう、意外といるんだよ、作ってる人。そんなに、ね、大変じゃないんですよ。あの味噌って多分、まあ、売るためにすごい作ったりとか、うんうん、あと多分1回に大量に仕込もうと思うと、うん、やっぱりその茹でたりとか潰したりとか大変だと思うんですけど、そんなにすごいたくさん使うわけではないので、うんうん、麹 500g、うん、大体 500g、うん、まあ、塩がまあある、うんうん、それぐらいだともう本当にあのすぐできるので、へ、それをまあちょこ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 作るみたいな、うん、発酵早そうですね、石垣とは。そうですね、だから3ヶ月くらいでもう、あ、味噌だねっていう感じになってきて、うん、ね、1年置くと茶色くなりすぎるんで、半年くらいからもう全然、確かに都味噌とかってめっちゃ茶色いっすね。そうそうそう、そう、全然あのできます、できます。はいはいはい。あ、じゃあ結構そういうこともされてる。気になりますね、それ。そうめんジェノベーゼ。ちょっとあれですよね、パスタであるやつをそうめんにやったってことですね。パスタ、そうめんチャンプルー的なものですよね、だからなんか。まあ、うん、あの代わりそうめんチャンプルーということなんですけど、ね、うん、パスタはやっぱり茹で時間が長いので、うんうんうん、でそうめんだとすぐ茹でちゃう。パスタ待ってらんないですよね、あのちょっとやっぱり大変なんですね。そう、長いですもんね、7分も待てる。発注が入ってから茹でるんですね。あ、そうです、そうです、そうです、すぐ茹でありますからね。本当に茹でるぐらい、ね、そしたら、うん、まあ今後お二人が、まあ、石垣でこうやっていきたいことみたいなのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、まあ、事前にある程度聞いていたんですが、じゃあまず、あ、じゃあ松本さんから行こうかな、うんうん、はい、どんなことされたいでしたっけ。まあ、自給自足というか、うん、そういうね、うん、まあ、ちょっとチャンスがあったら本当に畑とか、うん、まあ、まだ全然知識もないんですけど、はいはい、うん、まあ、畑で野菜を作ったりとか、うんうんうん、で、うん、ちょっと自給衣っていう、服を作るっていうのも、自給衣、それもちょっと、まあ、ネットでちょっと仕入れた知識なんですけど、はいはいはい、まあ、なんていうんですか、もうどんどん買って大量に廃棄してっていうことではなく、あるものを作る、うん、昔ながらの方法で作ったりとかっていう、うんうん、繊維、石垣でいうとね、なんかこう場所なんかでね、はいはいはい、繊維取って、はい、あれを糸にして、まあ、そこまでは多分ちょっとできないと思うんですけど、あの、そのあるものをこう、うん、まあ、またちょっとリメイクというか、なるほど、まあ、着なくなったものとか、なるほど、なるほど、あ、着物でこう長いこう、うん、反物みたいなものであるので、うん、それをその切って、うん、その農作業用の服に昔してたっていうのを、はい、あ、そうですね、ちょっとこっちのものってことでは、まあ、こっちでもやってたかと思うんですけど、うん、郡上八幡とかあっちの方で、そのたつけっていうものがあって、そういうのを作ってたよっていうことを情報を見たので、うんうんうん、そういうね、ただただ買って消費していくわけではなく、まあ、リサイクルさせたりとか、うん、そういうふうに、自分もそのな、うんうん、循環の中に入っていきたいなっていう、はいはい、自分で作ってみたいな。そうですね、まだそこに手をつけられてないことを書いたんですけ ど、 なるほど、農業とかもそうやって作ったものでっていうふうにできたらいいのかな、うん、あれな、あれ石垣ラジオの、うん、はい、実は一番最初のゲストに下地さんって方がいらっしゃるんですけど、はい、もう話が長い人がいて6回やったんですけど、6回、うん、そうそうそう、でその下地さんは実はもう家を自分で建てたりとか、はい、まあ、その人は一応農業もやってるんですけど、うん、言って同じことを言ってました、ね、自然なるべく自給自足を自分たちで、うんうんうん、まあ時給までいかなくても半休半足ぐらいの感じの緩さで、みんながなんかその自分でできることが増えると、はい、そのものについてもこう思いが変わってくるし、うんうんうん、すごい良くなるんじゃないかって言って、今
なんか、まあ、いろいろやろうとはしてるんですけど、うんうん、実際家は自分で建てて、うんうんうん、でそうですね、そうそう、僕はすごい仲いいやつ、昨日も一緒に飲んでたんですけど、なんだけどそいつなんか結構面白いんで、うんうんうん、よかったら今度紹介します、一緒に飲み行きましょう、カブヤーで、あでもね本当にそういうことで、うん、まあ自分たちが例えば作って、うん、ちょっと余ったらみんなにあげたりとか、うん、っていうそのこういうことってこのコミュニティの小さい石垣だからこそできることでもあるし、はい、うんうんね、人との距離も近いので、あの都会で働いていると住んでるところと、ね、うんうん、働いているところがこう遠いので、うん、住んでいるところにコミュニティを作りにくかったりっていうことがあると思うんですけど、こちらだと本当にもう近しいので、うんうん、その分何か圧力とかがある可能性もあるんですけど、うん、それを活かせるんだろうなっていう。そうですね、なんかこう移動に時間がかからないので、うん、あの すごい会うのが楽ですよね、うん、そうですね、確かにだいたい10分15分圏内ですからね。そうね、街中だったね。そうですね、だいたいこれね、石垣のいいとこっていっぱいあると思うんだけど、うん、これはその一つかなと思うから、うんうんうん、いいですよね。そのでちなみに僕もあの自分はまあ農業やってるんですけど、はい、その自分の畑の隅を結構友達とかにと一緒に遊びで畑をやるみたいな今年から実は始めてて、もしよかったらそちらも見に行きたいです。今年はねあんまちゃんとやんなかったんですけど、はい、準備ができなかった、うん、来年はもうちょっとしっかり計画立ててなんかやりたいなとかいうのを何人ぐらいかな、うん、LINE グループ作ってるんですけど12、3人か。あ、そうですか、うん、場所はどの辺り。場所はね、だいたいこっから車で10分ぐらいかな。あのじゃあそんな遠くじゃない。そう、遠くない。浄水場あるじゃないですか、はいはいはい、あそこからもうちょっと北に5分行ってるかな、そのぐらいの感じですね。あの東パイまでは行かないあたりですね。なんで、まあ、もし興味があれば参加します、はいはい、ありがとうございます。いいですね、でもね、うん、反応ハンバー、反応ハンバー、うん、これはもう本当にだからね、自分のとこの畑で採れたミントで、あ、うん、いいですよね、うん、でそれこそバジルで、そうなんです、バジルは今作られてるんですか。今あの、うん、本当にプランターで作ってできますと、ね、できるとあのユラテクで、うん、あ、まあ、ユラテクでも、ね、ミックスしていってる感じです、うん、なるほどなるほどね。じゃあ小佐川さんどんなですかね、今このハマっていることというか最近。そうですね、あの今まであんまり余裕がなかったりしていけなかったんですけど、うん、はいはい、あの3月と4月と、はいはい、あのビーチクリーンに、ほう、あの初めて3月参加させてもらって、はい、あ、どちらの行かれたんですか。あの吉原です。あ、吉原海岸で、IBCC さんかな、そしたらですね、海ラブさん、うん、あ、ね、おそらく、石垣ビーチクリーンクラブっていうところが、毎月やられてる、吉原で。そうですね、最終日土曜日、ね。そう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 。あの前から誘ってもらったりしてたんですけど、タイミングが合わずに、まあ、知り合いの方がもう毎月毎月やってらっしゃるんですね。で、はい、この間、4月の末ですか、行ったら、はい、あの、あれ意外に少ないなと思ったんですね。そしたらもう6時から来て、やって、うんうん、言ってくれた団体があってねっていう、それがきっと田中さんの私ですよね。アースデーの日なんですよ、実は。アースデーの日で3月27日 で実はその IBCC の、代表の のりさんという方に、はい、実はねもう直前まで場所とかも決まらなくて、で、サンライズの時間でやるので西、東側の、そのサンライズが見えるビーチやろうかなっていうのでずっとやってたんですけど、やっぱりその今回はその漂着しているそのゴミを集めてこう地球に見立てて、その周りにこう寝転んで手をつないでるっていう、そういう絵をちょっと作りたくてですね、どうしようかなって悩んだんですけど、空港の近くのビーチにやっぱりなるとドローンが飛ばせないっていうのが、あ、なるほど、でどうしようかどうしようかってなって、その吉原海岸で、一緒にやりませんかって、まあ最初は誘いをさせてもらったんですけど、まあ、ちょっと急すぎるっていうところもあって、まあ、あの吉原海岸本当にゴミが多くてですね、そう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 、手分けして、じゃあ、やりましょうっていうことで
時間もちょっとずらさせてもらってで6時からやったんですけど、だからあそこにどさーって多分あったと思うんですけど、あれは私たちが実は朝からかなりの量なんですよね、うん、でその前の月に行った時にすごく多かったので、はいはいはい、本当にすごいなと思って、うん、でまだたった2回なんですけど、はいはい、もうちょっと頻繁に個人的にでもできたらぐらいのことなんですけど、はい、あのまあ、単純なんでその1回ってびっくりしたその日から今までペットボトル多分日本買ってないと思うんですね。わ、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、やっぱりあれ見ていただくともう本当に分かると思うんですけど、はいはいはい、見たらもうちょっと買えないなっていうぐらいの量なんですよね。そうなんですね。船から落ちたり、うん、どっかから流れてきたり、うんうんうん、でそれは外国からなんですけど、うんうん、日本のものはハワイに流れ着いてるし、うん、それがもう、はいはい、世界中ぐるぐる回ってるんだなと思うとちょっとゾッとしましたね、うん、いやもう本当ね、知れば知るほどゾッとすることだらけで、すごい、そうきっかけでだからね、なんとか今できないかなってことでずっと活動を継続していて、で、ね、で毎日何千日やってらっしゃるっていうのは、全部じゃないです、あの本当に本当につい最近1000を超えて、そうですか、はいはいはい、でもすごいなって、でも1000を超えて、1000を超えて、必要だなと思いますし、まあ、こっち来て10年もうその10年ですけど、うんうん、島の方に、まあ、受け入れていただいてるっていうすごいその、うん、まあ、ありがたいなと思ってる、はいはいはい、何でお返しできるかなっていうのがあって、うんうん、でやっぱりその未来に、うん、子どもたちにちょっとでも自然をね残していくっていうことがやっぱりできたらなっていうのが一つあるんですね、うんうん、最初、はいはいはい、自分が見た八重山の海のあの衝撃を、美しさの衝撃ですよね、そうですね、だから今回それがね、そうですね、その当時とはまた違う衝撃を受けられたってことですね、そうなんです、だから綺麗なものを少しでも、うんうんうん、残していけたらなっていうので、うんうん、ビーチクリーンはじめ何か他のゴミを減らす、うんうんうん、もう自分個人個人の一人一人の活動でそれができると思うんですね、はいはいはい、それをやっていく広げていくっていうぐらいしかないのかなっていう、うん、それが今、まあ、この今後やりたいことです、すごいぜひぜひご一緒しましょう、ぜひご一緒、まず自分たちがね、まず生活でそのプラスチック製品を使わないとか、うんうん、無理なんですけどゼロにする、まあ、ゼロは無理です、でも本当に少なくするってことはできると思うので、うん、そうですね、うん、だから私も言われて、じゃあ私も行くって言って、うん、この間行ったんですけど、うん、あ、はい、そうなんですよ、もう本当にペットボトル買うのやめようと思ってどこだっけ、カビラかどこかもう置くのやめたんだっけ、カビラは、のそこかな、うん、のあ、ごめんなさい、スクジビーチかな、スクジは、うん、自動販売機での販売の中には缶しかないはずです、うん、缶ね、うんうん、缶もやめた方がいいね、うん、もうそこはでもね本当に一つずつ、ね、行動にやっぱり変えるっていうことがすごい素晴らしいなと今聞いてて思ったんですけど、うん、本当にいろんな方々、自分もそのアテンドさせてもらって、例えばその自分の部署ではもうペットボトルを持ってくるのを禁止にする部長さんがいたりとか、そうですね、はい、はい、していてとかね、うん、本当にみんなそれぞれができることをこう行動を変えるみたいなことをしているのを見ると本当にすごいなっていうふうに思いますし、やっぱりね今のこの現状を知ってしまったりすると、ね、このままだと本当にね想像以上でしたし、うん、でそのまあ、見てても、うん、多いなって思うんですけど、うん、やっぱり一つずつ拾っていくっていう、その手応えっていうんですか、はいはいはい、でそのある種罪悪感っていうのがやっぱりね、うん、それをやることで湧いてくるっていう気もしましたし、でも、まあ、それ一人一人が捨てたもんだから一人一人が減らしていくことはできると思うんですね、うん、なんかとにかくできることからっていう、そうですね、そうですね、いや素晴らしい素晴らしい素晴らしい、ぜひ近々ご一緒しましょういや ね, ね、着せずして、はい、俺とヒデにつながる、はいはい、なんかこう、ビジョンをお持ちだったので、うんうん、ああ面白い話になりそうかな、うん、みたいな感じではあったんですが、うんね、いやそういいですね、はい、じゃあそろそろなんか、はい、いろいろお聞きしてきてもういい時間なので、うんうんうん、最後またこう PR したいことみたいのをもし
まあ、サイドになってもいいと思うんですが、店の宣伝とか、お店の宣伝とか、でもございましたらは、はい、どうぞ。まあやっぱりそのラムが今本当に沖縄で盛り上がっていて、うん、本当に面白いんですよ、うん、もうさっきも言ったんですけど、うん、絶対に気に入るラムが見つかると思うんです。あのお酒飲む人だったら、なるほど、まあ、ラム酒でね、うん、大体の人が、うん、昔ラムコークで大失敗して、はいはいはい、それ以来ラムが、ラムコーク。ラムコーク、はい、飲みすぎてね。飲みすぎ、口当たりはいいから飲みすぎて大失敗して、それからラム苦手なんですよっていう人すごく多いんですけど、なるほどなるほど。そうなんです。だからまあ、毛嫌いせずにちょっと試してもらいたいなとは本当に思ってます。うん、まあ、石垣のラムもあるし、うん、このね、近隣の島のものもありますし、うんうんうん、でとにかくアジアでラム作ってるところもすごくたくさんあって、うん、まあ、ラオスだったりとか、はいはい、インドネシアとかでフィリピンのラムもありますし、でまたそのカリブ海の方の、ね、うん、ラムも、これはもう本当に歴史的にこう、うん、そこがちょっとヨーロッパに搾取されていた歴史もありつつのラム酒なので、うんうん、そういった話もすごく面白いと思うんですよ、はいはいはい、なのでぜひラムコークで失敗した人も来て飲んでいただければいいかなと思います。そんなにガバガバ飲ませませんので、はい、よろしくお願いします、はいはい、このブルーコッカーラを飲みに行きます。ぜひぜひ、はい、飲み方がありますか、うん、作法みたいな、ね、まあ、そうですね、うん、はい、まあね、はい、株屋のことは松本さんが全部ね、うん、言い切っていただいたので、はい、私の方の PR です、うん、NHK オンデマンドで妹子南京という朝ドラやっておりますので、はいはいはい、もし興味のある方、はい、オンデマンドに加入されている方は見てください、はいはい、長田さんが、脚本書かれた朝ドラですね、はい、NHK の、うん、という宣伝でした、うん、いやちょっと気になるな、ね、うん、面白いですよ。面白いです。これは、タコ、芋タコ南京っていうのはどういう、どこを舞台にした？それで、大阪です。大阪、大阪出身の、うんうん、小説家の田辺聖子先生という人の半生を、うんうん、まあ、ちょっと脚色して、フィクションもノンフィクションも混ぜて、うんうんうん、で小説からも、モチーフをいただいて、うん、で26週全151回喜劇です。基本が喜劇のベテラン女優さん、はい、じゃあ、はい、ぜひ NHK オンデマンデマンドオンデマンドね、はい、はいはい、加入されてる方は、はいはい、ぜひ加入もしてみてくださいよろしくお願いします、はい、そしたら、はい、いつもこの番組では次回のゲストを紹介していただく形式なんですが、はい、もし次回のゲストお決まりでしたらちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、こちら島に在住の方で、はい、もうお名前言っていいですか？ああ大丈夫です。西目ゆきさんという方です。西目ゆきさん、はい、西目さんは実はサンサンラジオのパーソナリティなんかも務められたことがある、はい、プロの方です。プロの方です。で、まあ、いろいろ本物だ、いろんな活動されてるんですけど、こちらで犬猫の保護団体の、はい、尻尾の会という、そこのメンバーで、その活動なんかも、はいはいはい、熱心にされてるので、そんなお話を、自身ゆっくりお話聞いたことがないので、はいはいはい、はい、いいです、うん、ありがたい、そういうのを僕、次回の人に振ってほしいですよね。ですね。なんか、ちゃんと話聞いてみたいって人も、うん、そう思うんですよ。で、多分、いろいろ、いろんな経験もお持ちだと思いますので、いいですね。こちらに来てから、もう長い、うんうんうん、結婚されて多分こちらでご家庭を持たれているので、多分その辺の話、興味深いお話が聞けると思います。ありがとうございます。はい、ご快諾をいただきましたので、ありがとうございます。すごい素敵な人です、ね。ああ本当ですか。いや楽しみです。楽しみですね。はい。というわけで、はい、今日はもう3回にわたり、そうですね。はい。お二人の話を聞きできて、うん、本当に、はい、楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。まあ、はい、まあ、毎回そうなんですが、うんうん、まあ、これを機にね、ぜひお店の方にも伺わせていただきたいなと思う、うん、ありがとうございます。もし、はい、そのブルーコカラもね、うんうん、飲んでみたいなと思うんで、はい、まあ、これを聞いた皆さんも、はい、ぜひね、亀屋さんの方に足を運んで、うん、はい、国産のね、
ちょっとラムをね、みんなでちょっと一回飲んでみてっていう、ね、でそれをなんかこう感想をなんかこう話し合えたのが面白いなと思って、まあ、そんな風になっていくといいな、ラムが盛り上がっていくといいな、はい、本当ですね、ありがとうございます、はい、ちなみにラム酒屋さんみたいなのは株屋さん以外に石垣にもあるんですか？あのね、レストランで、割と、中南米料理を出してらっしゃるところが1軒あって、そこではラム飲めますね。ああ、なるほど、なるほど。で、あの、うちの株屋の2軒隣に、テキーラを置いてたくさん置いてらっしゃる。そこはもう本当に、熱心なマスターが。ラム酒もあるよね。ラム酒もありますし。いろんなお酒が付いてます。それと、老舗のバー2つぐらいは、もう本当にラム酒は詳しい、宇宙よりラム酒持ってるなと思うバーもあるよね。あ、本当ですか。へぇ、そっかそっかそっか、好きな人はいるんですね。そうですね、はい、いや、まああんまり、その、僕はもうもっぱらビール党なんで、あんまり飲んだことがないけども、なんか2次会3次会ではいい感じ感がね、なんかコウモリになった気分で、バサバサと、バサバサと飛んできてください。はい、行きましょう。はい、行こうね。はい、はい、というわけで、本日のゲストは、株屋から小佐川さんと、松本さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。